こんにちは、やさしいニュースです。今日の金どこ中継は兵庫県加西市からお伝えします。こちらのビニールハウスの中で今まさに旬を迎えているある野菜が育てられているんです。野菜、さあ福谷さん、ウーデンさん、何の野菜だと思いますか？もうちょっと寄ってほしいな、なんか緑色っぽいですが、なんだろう。わかりましたか？わかりました。こちらアスパラガスなんですよ。今日の中継はアスパラが主役です、こうやって土の中からニョキニョキと生えてくるんですね、この姿はあまり見たことないかも。今日の中継は、JA 兵庫未来の金田さんと一緒にお伝えしていきます。金田さん、よろしくお願いします。お願いします。今まさにアスパラガスは春芽と呼ばれる春の旬を迎えているんですよね。そうですね、ちょうどあの冬の間にですね、しっかりと栄養分を根の方に送り込んでですね、このように暖かくなってくると、こういった形にタケノコのようにですね、ニョキニョキと、生えてくるような形になっております。本当にニョキニョキだ、立派に育ってますよね、このアスパラガスというのは実は成長がものすごく早い野菜なんですよね、こちらにアスパラガスの横に今日の朝9時に設置した物差し置いております、ここに赤い線が入っているのが分かりますかね、こちらが今日朝9時時点でのアスパラの背丈だったんですよ、それが今8時間後25センチもうほぼ超えるような感じ、つまり8時間で5センチから6センチぐらい成長したということなんですね。驚きですよね。それもそのはず、こちらのアスパラガスは一度植えてしっかりと管理をしていると15年ほどは植え替えなしで生えてくるという野菜なんですよ、生命力に驚かされますよね、さらにこんな栽培方法もあるんだよというのをご覧いただきたいと思います。どうぞ、こちらはですね、春の時期にあえて収穫しなかったアスパラなんですよ、これアスパラガス、こんな大きく育って緑が生い茂ってるんですよね、夏の収穫を前に行われる準備のことを立つ茎と書いて立茎と呼びます。この立茎の期間に葉っぱに太陽光を多く当てて、そして光合成をさせて、根っこに栄養を貯めていくということなんですよ。で、そこからアスパラがどんどん生えてくるという、ですから春も夏も収穫できるということなんですよね。そういうことになるんですね。さあ、ということで、金田さん、なぜこのアスパラを栽培されるようになったんですか？そうですね、こちらはですね、JA 実践研修ハウスといいまして、新規就農者の方、それから JA の職員がですね、農業に触れ合う、きっかけの場作りということで始まりました、で、JA 管内のですね、加西市、三木市、小野市でですね、こちらに、取り組んでいくというような形で、対象としてですね、産地区対象で始まったような経緯があります。で、今年で9年目に入るというような形になるんですけども、で、関西ではですね、当時、アスパラのニーズはあるんですけども、なかなか大きな産地がなかったというようなことがありまして、じゃあそれなら、ここを産地化の起点として取り組んでいこうという形で、今も栽培につながっております。こちらで育ったものは名前があるんですか？そうですね、館内で採れたものは未来ちゃんアスパラということで、可愛らしい名前そうなんです、大体1トンあたり、100万円ぐらいで取引されるというような形になっております。そうなんですね、このビニールハウス内で大体年間どれぐらい？そうですね、大体1.5トンほど収穫できるような形になります。未来ちゃん、2月の中旬から9月の下旬頃までと収穫期間があるんですけども、大体平均して1キロあたり1000円で、単価推移していきますので、1500キロの1000円ということで、トータル150万円ぐらいの収益が見込まれます。ちょっとええ話聞いちゃいましたね、ということで今日は未来ちゃんアスパラ収穫をお手伝いさせていただければと思います。そうですね、せっかくですのでよろしくお願いします。じゃあこちらのアスパラ専用の収穫バサミでお願いします。専用バサミ、なんか変わった形してますけど、気になるこれなんですか？これそうですね、これが28センチあってですね、アスパラの収穫、これをアスパラガスの長さが超えておればもう収穫できるタイミングですよと、目安なんです。目安なんですね、これ
で地際から切っていただいたら、はい、はい、じゃあちょっとせっかくですから、どうぞどうぞ、こちらのアスパラ切ってみましょうかね、はい、はい、お願いします。さあハサミで当ててみて、あ、でもちょっと長さはどうだろう、奥の方がいいかな、奥の方がいい、あ、これぐらいで良さそうですね、じゃあちょっと切ってみます。ほんとちょっとちょっと足らない気がするの、はい、すごい、そのぐらいなのかな、これ生で、あ、そうですね、取れましたけど、はい、あの生で食べれるっていうのは収穫されている方、生産者だけの特権なんですけど、あら、まあ、今日はぜひ、はい、味わっていただけたらと思います。いいんですか、はい、どうぞどうぞ。ちょっとじゃあ皆さんにどれだけ新鮮なのかちょっと中を見てもらおうと思います。垂れてますね、もう、はい、あ、本当だ、この根っこからも水分出てるんですけど、はい、半分に割ってみると、はい、これ分かります、パキッていう音とともにこの太陽光に当てるとキラキラ光るこの水分量、うわ、テカッとしてますね、新鮮ですよね、ちょっとこの状態で、ちょっとそういうの初めて見た、はい、アスパラガスで、いただきます、うんうん、はい、なんかキュウリぐらい甘い、甘い、甘いんですか、はい、美味しい、ありがとうございます、すごいシャキシャキの食感と、ね、いや、みずみずしいですね、ありがとうございます。特に、まあ、はい、あの冬場に養分を、まあ、先ほども言ったんですけど溜め込んでるので、今この時期特に柔らかくてジューシーだと思います。めっちゃ美味しい、はい、はいはい、で、あの生で食べていただくのも当然美味しいんですけども、はい、実はあの他にも食べ方のおすすめがありまして、え、はい、実はあの外にですね、ハウスの外にあのちょっと準備しておりますので、ちょっとぜひ、はい、どうぞどうぞ、入ってくるタイミングでは何もなかったですよそうですね、なんかあるんですか、あるんですよ、マヨネーズつけても美味しいし、ね、そうですね、シンプルにね、美味しいんですけどね、ベーコンを巻いても美味しい、ね、それも美味しいですね、あ、何やら何やら、どうぞどうぞ、鍋が見えてきました、見えてきましたよ、こちらどうぞ、何ですかこれ、はい、アスパラガスの天ぷらでございます。わー、すごい、あー、美味しい、ちょっと串カツはなんとなくイメージあるんですけど、そうですね、天ぷらもあるんですね、はい、ありますね、特にこの時期甘みが強いので、はい、はい、ぜひ召し上がってください。いや、そうなんですね、あのこのロケーションの大自然の中で食べる、ね、もう特別、さらに美味しい天ぷら、ね、ちょっとじゃあ、はい、こちらの出来たて、うわ、ちょっと熱そうだな、これ熱いでしょ、塩につけてお塩でね、並ぼうと思います、はい、あんまりつけすぎない方がいいよちょっとつけすぎじゃないかな今の、うん、あ、ちょっとつけすぎたかもしれないでしょあ、でも甘みもね、美味しい、甘さが引き立つかしら、独特の味がね、やっぱり、うん、バッと後から来ると思います、はい、すごい、あのなんかちょっともう食感もサクサク軽くて、はいはいはい、なんかスナック感覚といいますか、そうですね、ね、甘さがより引き立つ、お酒のおつまみにも最適だと思います、たまらないですね、はい、ありがとうございます、はい、こちら紹介しましたみらいちゃんアスパラなんですが、 JA 兵庫みらいの直売所で販売しております。こちらもぜひ楽しんでみてください。そして明日は葛西市の直売所でイベントも開催しているそうなので、そちらも合わせて楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、葛西市からみらいちゃんアスパラをお伝えしました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。中継でお伝えしました。